森部に過ぎん、じいさん。そしてあの森部とかいう老いぼれ、あの森部とかいう森部、まあどの道アーリアレアにはなってしまうんですけどね。では改めてガマヘビ変化を使って無双しましょう。まあ無双しようにもね、意外とダメージ食らっちゃったりするから気をつけないといけないですね。いいぞ、マヒッタ。容赦なく蹂躙しましょう。いい毒、いい回復。オゴロマヌが溜めている。何でやってるか。とりあえずまずオゴロマヌことオツマルを落とし、これまで HP0 からもう一発はない。人分の操作キャラではないからね。強い。じゃあサイトは最後は吸い取って勝ったケロ。さすがだ。ですわ。ただ単に褒めたたえた。平穏なる時代において戦いの道を選び、一度は最強の座についた者よ、敗れたのは時の運だったことを示すため。あの戦い運ゲだったのか。今一度最強の座に返り咲くのだ。森部のじいさんの奥義がまだ早いか。手ぬるいぞ。よし、ルイさん。あの程度の雑魚に勝ち、奴らの技を得て最強になったつもりだろうが、それはお前だけではない。俺は奴らにきっちりと刺してやったよ。とどめをな、甘っちょろいガキのナムキャット。森部のじいさん、見せかけだけのルチャ野郎。そして森部のじいさん、関節技だけの森部だけのじいさん。所詮ウドの大木の矢受け、所詮森部のじいさんに道家に過ぎん、マックス森部に過ぎんじいさん。そしてあの森部とかいう老いぼれ、あの森部とかいう森部、どいつも俺の弱さゆえに死んでいった。お前の名を残してな、倒した者の命を絶てずして真の勝利などない。俺か、俺こそが最強。オディ・オブライトだ。やってることは格闘技じゃない、ただの殺戮だ。高原はみんなの技を覚えたけども、オディオン・リーは、オディオン・リーじゃない、オディオ・ブライトはナムキャットの足技、彼らの技を使えないってことは、グレート・エイジャの飛び技、覚える気がなかったのか、それとも食らわなかったのか。ジャッキーの力、モーガンのパワー、森部のじいさんの奥義が、
そしてこの俺の怒りがてめえをぶっ潰す。いいよな、ここの入り。セヒさんに喋らすのがまたいいんだ。早く奴らに会いたいだろう。合わせてあげる優しさ。終わるなよ、まだまだ。いろいろ技を試したいからまだ終わるなよってことですね。プレイヤーに対する配慮だ。回復技もあるから、まあまず負けないだろうね。見切った。はあ、見切られちゃった。そこか。もうアクロだけやっとけばそれですぐは終わるけど、とりあえず一通りね。でも骨法なんちゃらだから、一応森部のじいさんの技を食らって自分用にアレンジしたのかな。もう死ぬとはな。そうだ、お前こそが最強だ。最強だ、やったぜ。戦にて敗れし魂たち、お前たちの願いを阻む権利を持つ者などいはしない。罠にやられた者たち、さあバフンでやられた者たち、新たな歴史を作るのだ。あのこの時は自動的に部下たちは全部罠でやられた状態で始まるからね。あのみっちみち状態も見ておくべきだったかな。てめえか、パイクたちを可愛がってくれたな。俺の可愛い子分たちが世話になったとはちゃ、たっぷりとロープやポスターや火炎瓶の世話になっちゃったからな。受け取ってくれ。このガトリング銃のたまたまオナ、やめるなし。この町も用済みだぜ。何で行こう。ガトリング銃は後に取っておくか。油断してると負けちゃうからな、そこだけ気をつけよう。ほらよ。ブスが入ったぜ。なんだと。ねえ、バフもかけて、ガトリング銃、こっちが操作すると死にやがれ。こんなに範囲があるのか。こっちが戦った時もこんな状況だったらまず勝てなかったよ。町の巣にしてやる。こんなところで俺のガトリングガンは無敵よ。逆に気持ちいいよな、ここまで勝てると。あれだろうね、子供の時に特撮ものを見て怪獣の方に勝ってほしい、頑張ってほしいと思っていた子供たちが喜ぶ感じだね。お前もまた人間の手。
手によって生を受けたもの、人間の勝手な都合で同じ作られたものに負けたのだ。さあ戦うのだ。今一度。こっちもコンティニューだ。この辺りは双方ともにボイスなしだからな。我々は宇宙人ではない。我々は宇宙にはいるけど。キルユーしちゃう。キャプ中それだと浦安鉄筋家族になっちゃう。まあ富豪みたいに太ってるやつは別の辺でいるけどな。こっちもマザーコンピューターをこっちが操作するかなと、まるで違う難易度のバトルになるな。取り巻きはいないものの、大変スピンドライブで吹き飛ばされちゃう。はめ技されちゃうこっちがキューブだった場合はね、端に寄せてから敵の攻撃来ない位置、そっから技を打ちまくるってやってたけど、マザーコンピューター戦はある意味ね、頭脳戦みたいなとこだからね。まさに適したやつを使わないと永遠に戦いが終わらない。で食らってきたら回復をすればいいだけなので、非常に楽々チンチンチンなバトルですね。まあボスを使ってるんだからね とはいえ油断すると危ない。まあリカバーせずとも押し切っちゃいましょう。やったぜ。ほら見てごらん、この嬉しそうな顔よくやったぞ。やったぞ。次どっち行こうか。オーディオ、お前が破れねえ。はびこりはしなかったのは愚かなる人間などという。なんかちょっと先般っぽく言われて悲しくなっちゃう。改めて非力な人間どもを見せつけてやるのだ。野生の純粋なる力を。もう恐竜っていう種は ODO だけじゃなかったとは思うから、恐竜種はやはりこっちの人類種と同じように何かしらで滅んでいたのか、それとも。ODO という強者を失ってしまって恐竜種は食い尽くされてしまったのか生態系崩れたのかな。そこで
おや、誰かが足りないぞ。まあいないならいないで。はい、もぐっとやっつけさせてもらおう。怖いよな、この巨体が飛んでくる。わ、終わったない。原始時代にもムーブメント起こしちゃうか。やっと来た。結構削られちゃったな。4対1だったからな。はい、ぺったんこになったトカゲ以外。トカゲくんは見逃してもらえたかな。よし、外に行こう。ダメだ。